さあ、まあそんな、ところでですね、やっぱりなんかこうね、今そのまあ言いやすいっていうお話はまあ何よりもですけど、やっぱり大橋さん、そのシンデレラとしてのその台湾単独ってね、すごくまあその、ね、記念すべき場かと思いますけども、そうです、初めてこう単独ライブをやらせていただいて、はい、最初は記念すべきバカって聞こえた。違う違う、言ってない、絡んでこようと。そうですね、あの正直でも面白いコメンタリーです。記念すべきバカかと思いますが、バカですか、バカ、あなたが、あなたが記念すべきバカ。やべえです。今大橋さん、今分かったんでしょ、今分かってるでしょ。あ、私バカですか。バカじゃないよ。違うわ。あれあれあれ、違いますよ。これね、それメモリアルなね、メモリアル、はい、というところですけれども、はい、なんかそのやっぱりその台湾にね、みんなで行くっていうのもすごいことかと思いますけど、大橋さん、なんかちょっとまだね、準備はこれからかと思いますけども、なんかその意気込みであったりとか、なんかこんな風に届けたいなっていうのを聞いていいですか。そうですね、あのでも単独じゃなかったら、その台湾でシンデレラガールズ、あの、はい、ライブをやらせていただいたことがあって、でその時にやっぱりすごいすごい熱と言いますか、うん、本当に、ね、あの台湾の皆さんもアイドルマスターシンデレラガールズがすごく大好きで、すごく盛り上がってくださったので、あのそんな皆さんに、あの私たちからたくさんのメッセージをお届けして、かつ日本の、ね、プロデューサーの皆さんにも、うん、あのたくさんのメッセージをお届けできたらいいなと思いますので、頑張ります。最後頑張ります。頑張ります。めっちゃ甘いハンガニハース頑張ります。あ、はい、はい、頑張ります。頑張ります。あ、おー、そうそうそう、大きいぞ、大きい、素晴らしいですね。いやいや、なんかあれだもんね、大橋さん、そういうね、ちゃんとこうセリフ喋ってる時でも普段の落差激しすぎる。あ、そうですね、やっぱスイッチ入れないと。オンオフなんです、落差じゃないんです。あ、そうね、そうですね、やっぱりそのね、キャラクターがね、やっぱりそこに、で、あとあの、コメンタリーで声優っぽいって言わないでください。声優さんなんで。中川さん、今の大橋さんが、あ、声優っぽいなって思って。ありがとうございます。はい、そんなですね、台湾の頑張ります。頑張ります。頑張ります。